どうもブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は20代男性の方です。4年付き合ってる彼女がいるけど、最近結婚したいって言われることが増えてきました。年数的に結婚を考えなきゃいけないと友達からも言われるけど、そんなにしたいと思わない。結婚したら面倒くさいことが多そう。彼女は好きだし、いずれは結婚したいけど今じゃないって場合どうしたらいいですか、とのことですが、どうでしょう。その気持ちは正直に彼女に伝えるべきだと思うんですけれども、うん、いずれは結婚したいっていう気持ちがあるわけじゃない、うん、あのタイミング逃すと本当にうまくいかなくなるから、そこは本当に念頭に置いといた方がいいですよ。彼女は今結婚できないんであれば次の人探すっていう選択肢もあるわけだから、なんか好きだしいずれ結婚したいっていうふうに思うんであれば、そこは彼女を手放さない方がいいと思うので、ちょっと覚悟決めて早めに結婚するっていうのも大事なんじゃないかなって思います。彼女がずっとあの一緒にいてくれるっていうふうに思ってるのは間違いなので、うん、まあ結婚したらもちろん面倒くさいこともあるでしょうけど、まあ一部では楽になる部分もあるとは思うんですよ。安心感みたいなものも得られたりとかするし、今実家暮らしなのか一人暮らしなのかわかんないですけど、もし一人暮らしだとしたら、なんかまあ家事の分担とかできるようになったりとかして、まあ楽になる部分、あとは金銭面ですよね。家賃とかそういったのもなんか浮いてくるお金とかもあるだろうから、まあ24時間一緒にっていうか、まあ一緒にいる時間が長くなる分、どっかちょっと監視されてるような気分にはなって、それは面倒くさいっていうふうに感じるかもしれないですけれども、本当に結婚断って今じゃないって言って、じゃあもう別れましょうって言われるかもしれないっていうのは頭に入れておかないと、向こうもあなたのこと好きかもしれないけれども結婚できないって分かったら新しい行動に出る可能性は十分にあり得るので、うん、そこは本当にまあでもしっかり話し合ったらいいと思いますよ。やっぱり今じゃなくてもせめてあと1年2年経ったら結婚したいみたいな感じでタイムリミット設けるとか、そういうのでも彼女は安心してくれるとは思うので、ただまあやっぱり4年なのでそろそろ結婚しないとダラ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 行くのかなっていう印象はあります、うん、はい。まあ4年って長いですしね。そうですね、十分結婚適齢期というか、うん、はい、そうですね。タイミングをとにかく大事にした方がいいです。タイミングって本当にずれるとお互い好きっていう気持ちがあるのにうまくいかなくなっちゃうことっていっぱいあるので、はい、はい、まあ、じゃあぜひ参考にしてみてください。じゃあこういった形で何か相談したい方いらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。